ちは。こんにちは。画家でジャーナリストで映画監督の増山玲奈です。この度4月から新しく神戸で事務所を借りました。今まで私は、映画ママの約束の全国での上映会や、絵本原爆と原発を平和教育で学校などに広めていただいたりしています。そして今年は、新しい新映画貞子の鶴世界をつなぐという映画を絶賛撮影制作中です。体制を固めてより多くの人たちにいい作品を届けられるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、映画貞子の鶴でを中心に皆さんのアシスタントをさせていただいております永谷千明です。レナさんとは昨年度から日本全国の子どもたちとアートワークショップやアート交流を行ったり、インドで小学校に壁画を描いたり、アート交流を行ったり、さまざまな芸術活動にご一緒させていただいております。これからも芸術家であるレナさんの世界に対するジャーナリズムに学術的かつ実践的に、ついていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。